はい、こんにちは。クラッシュオブキングス続きやっていきたいと思います。見てください。ようやく、あの大事件からね、兵士全復活しまして、戦闘力92万5000という形になってるはず。もうじき、100万にいけそうですね。で、城壁にも着手しまして、さらに、兵舎がね、これでマックスになるので、いよいよ次城レベルを19にして、次の兵力に、私はシフトしていくわけですが、今回はね、イベントの、説明を一個したいと思います。あともう一個、ちょっと同盟員がね、一個企画を練ってくださいまして、どうしてもね、近場にね、強い敵が現れるとボコられてしまうんですね。なので、同盟員が、この前チャットで言ってくれたんだけど、一回めぐみさんに資源を集めようと。で、集めて、めぐみさんのランクバカッと上げてしまって、それで私が抑止力になれたらいいんじゃないかみたいなことを、同盟のメンバーが言ってくださって、それをやろうという企画になってます。それね、一個、まず条件として、私がバリアを張り続ける。まあ、みんなからせっかく資源を援助を受けても、私が奪われては話にならないので、私はもう常にバリアをもう10日でも20日でも1ヶ月でも1年でも張り続ける。いや、まあ3日とかね、1週間とかね、多くてもね、張り続けるという、やつなんで、まあコインでね、バリア買いましてずっと張っていくという形でやっていくんだと思います。ちょっと呼びかけてみましょうかね。それじゃあバリアありますので、それがいいします。レベル16おめでとう。ふふー、よっしゃ、バリア張るぞ。とりあえず3日張りましょうかね。3日、1個持ってたよね、これだな。3日間張ります。よいしょ、ゾン。とりあえず3日バリアありました。よし、これで多分、お、来てる、もう来てる、資源を送っていただいております。お、超来てる、もう来てる、ありがたい。これね、本当にメールをね、見ればわかるんですけど、これですね、この方ですね、ドメインのね、 OIR さんですね。結構初期からいらっしゃる方なんですけど、この方が全体に、メールで呼びかけてくださいまして、メグタスの城のレベルを上げるのに必要な資源をみんなで集めてみませんかと。で、私がバリア張って、私の城を上げて、それで私が抑止力になればという作戦をこの方が企画してくれて、メンバーが乗ってくださっている状態です。あ、すーごい来てる、すーごい来てる。なので、まあ私は今4万コインあるんで、バリア張り続けるのと、あとはこの資源を無駄にできないんで、速度アップでひたすらにランクを上げていくという感じで、足りなければまあ課金ブーストかけてやっていこうと思います。みんなの思いをね、無駄にしたら意味がないんで、やろうと思います。そんなわけでね、今非常に同盟の結束力も上がってますというわけで、これが今同盟のね、作戦の一つだったんで、おー、また来てる、来てる、すごい、ありがたい。で、今回もう一個ね、イベントとしてこちらを紹介したいと思っております。限定イベント、今ね、あと1時間後に1個終了してしまうんですけど、これはなぜかというと、今毎日やっているイベントなんです。24時間ごとに切り替わる。で、私は24万ポイント今回のものは全部獲得したんで、コインも430ということで、最高のね、最後まで報酬をいただいております。今回はね、回数1分、限定イベントの下に回数5分の1主上発展とありますが、5回連続なんですけど、今回その1回目で主上発展ということで、戦闘力を上げる、研究戦闘力と建築戦闘力を1上げると100ポイントもらえるという、それを私は24万ポイントまで上げたので、マックスまで報酬をいただきました。これはね、すごく簡単で、研究するか建築するかです。なので、今回それで時間内に間に合わなければ、例えばこの城をね、この、加速で上げてしまうという形を取れば、ブーストですね、ブーストかけてしまえば、これで今上位が上がったので、一気に、ここのポイントが上がります。こういうブーストかけて、イベント終わらせてしまった方が、ラストのね、報酬がコインとかなってたり、あと中間ポイントも、加速度だったりするんで、ここね、毎回やるんですけど、定期的にね、アイテム使って一気にやってしまって、最後までポイント稼いだ方がお得かなと思います。お、いいね、みんな超来てくれてる。
寄付なら任せろ。やられた借りを返すために資源頑張ります。6レベルの兵士が作りますね。そうなんですよ、兵士のレベルがあるからね。それがね、次の城を上げると19になるんで、ここが19になると重装弓騎兵っていうのはね、解放されていて、まあ3レベルごとにね、解放されていくんで、19、22っていう、22までがやっぱりね、結構重要ですね。次はまあ4ごとになるんで、そこまでいければね、一気にいければいいんですけどね。私も以前ニコ生の、公式番組で優勝した時にいただいた30万円分の課金アイテム、まだ少し残っているんで、今回ここで放出してあげてしまおうかなとも、ちょっと思っております。わ、超来てる！ありがたい！これがもう、結束力ですよ！ザ・オンラインゲーム。ありがたいですね。で、このね、限定イベントのお話の続きなんですけど、今回は、5分の1なんで、主城発展。これがあと1時間で切り替わりまして、主にやられるのが、兵士の訓練。あと、この主城発展ですね。で、実力アップ、モンスター討伐、資源採取という5つがやられております。で、資源採取であれば、普通に、いつも皆さんよくやってると思うんですけど、世界マップから、資源を取ってくる。というやつですね。だこれ、もう、ちょっと時間が24時間内にどれだけ取れるかなんで、バフをかける。っていうところですね。城の増益行って。ここでね、採取バフっていうのをかけると、これですね。とりあえずかけちゃいましょう。24時間バフ。かけると 50% 速度が上がるんですね。なので、これで今バグって、今4部隊出しているんですけど、ここが倍の速度になりました。さらに、まあ私今、資源に特化してるスキル振りしてあるんで、これですね。採取の達人、これ上げるとなんと2時間だけですが 100% 倍速度になるっていう、ちょっぱいやんだら、これ超強力なんですよ。なので、まあ今ちょっと、だから戦闘はね、私、できない状態ですね。スキル全部勝手に振っちゃってるんで、これがね、戦う時は全部こっちに戦闘のスキルに振り直ししないと戦えないんですけど、超来てんな、マジで。ありがたいな。まあ、こんな感じで、やっていくんで、で、まあ、資源はその採取バフを使うとかね。で、モンスター討伐だったら敵を倒すことなんで、まあ、体力のアイテムだったり、実力アップだと加速アイテムとか、建築加速アイテムとかっていうのを使ったりね。で、まあ、今回の城の発展だったら私は加速アイテムね、使ったりっていうのを。たり、兵士の訓練は兵士を作るやつなんで、加速アイテムとか訓練加速アイテムは、まあ、主に加速を使うんで、加速アイテムのね、入手の仕方なんですけど、まあ課金すれば一番いいんですけど、無課金の場合、無課金というかまあ、ゲーム内の方法として、まずここの、ショップによく並んでおります。出るかな？ああ、ちょっと出なかったですね。ここにね、よく並ぶんで、これを毎日チェックして買えるだけ買っておくといいと思います。あとはもう一個、同盟の技術っていうところで、ここでね、同盟のね、寄付できるんですね。で、これを寄付することによって同盟のポイントが溜まっていくんですけど、当然この5000とかっていう資源は失われるんですけどね。同盟がまず強くなるんですよ、これで。同盟レベルが上がって同盟の、底上げがされます。それももちろんいいですし、ここで得た、同盟ポイントというのは何に使うかというと、同盟モールというところでアイテムが買えるようになります。で、ここで5分加速であれば3000ポイント、1時間加速であれば3万ポイント、8時間加速であれば19万ポイントというので、アイテムが買えるようになるんです。だから、毎日バン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 寄付して、ここのポイントを貯めるといいです。で、ここのポイント内のね、並んでいるここのショップなんですけど、これは名手が、あと R4 と呼ばれるランクが、まあこれも私が設定するんですけど、高い方がここでね、入れるんですね。5分加速が欲しいのに並んでいなかったら、R4 とか名手に、すいません、5分加速欲しいんで、モールに並べてくださいっていうことを言えば、必ず並べてくれると思います。なので、ここで買うっていうのもすごくいいんじゃないかなと、思います。お、ちょっと、超マジ来てる。これ、もういきなり白行った方がいいな。アイテム使って。白行った方がいいな。いけるはず。30万円分のやつ残ってるから。それで一気に行こう。すごい。うわ、超来てる！マジか！本当にね、今ね、みんなで遊んでて、私も結構チャットとか参加してるんで、ぜひ、みんな一緒にやりましょう。ぜひ、皆さん一緒にやっていただければと思います。サーバー番号は、帝国527でございます。ぜひみんな一緒にやりましょう。ダウンロードはいつものように概要欄に貼っておきましょう。
ほんとこれすげえな。こう見るとすごいね。みんなこれ私に資源くれてるんだもんね。絶対負けらんないよ。絶対負けらんないよ。で、私が上がったら、公会堂っていうね、みんなをまとめる施設みたいのがあるんで、そこを強化して、一気にみんなで、もう、やられた借りを返すみたいな感じに慣れたらいいなと思います。これは本当、メンバーが企画してくれて、すごく嬉しかったです。みんなも一緒に遊びましょう。つなぎでクラッシュオブキングスの動画でした。また次で会いましょう。レッツキング。